さあこの鈴木を目標に上がってくる3番小川、7番の原田と福岡勢が進出を開始していきました。打賞の周回で残り 800m です。さあこの福岡勢の後ろから攻め上がる9番の大西、2番の港、4番植木、この3人のライン、さあ外を通ってバックストレッチ前へと上がろうとします。しかし打ち下がらなく並走は4社の結束、1番の鈴木健太郎以下続いて鐘が鳴って残り 600m。 さあゆったり流れています。3番の小川が先頭、7番の原田が2番手、依然福岡勢ですが内と外からラインが殺到してきました。さあ1番の鈴木が今度は内から出た、1番の鈴木が先頭残り1周、2番手が並走、今度は5番高橋と3番の小川健人ですが内をついて8番の山崎ミシェル、さあ関東3社が今度は抜けてくる、6番の山下を遅れています。縦1列この後の5番手ですが9番の大西優斗、2番の港誠司が上がって四国2社、4コーナーから直線風を切る1番鈴木健太郎、この番手5番の高橋大作ですが1番鈴木健太郎押し切ってゴールイン、